センスとは、伊豆半島移動先の南方約70キロメートルに、ある、伊豆諸島の島。行政区画は、東京都神津島村に属する。先週、ゼニスと表記されることもある。別名、ゼニ島。北から、ダルマ、平ったい、ネイプルスと呼ばれる三岩将軍で構成され、ネイプルス岩将軍に最高地点がある。周辺は魚将を形成しており、 工業場として知られている。センスは伊豆諸島の最西端に位置する岩礁群である。神津島からは南西へ約3 6トル船で約2時間の地点にある。センスは大きく2箇所に分かれた岩礁群からなり、両者の間はおよそ2トル隔たっている。北東のグループはダルマ岩礁群と呼ばれる。南西のグループは さらに二つに分けられ、北側を平ったい岩礁群、南側をネープルス岩礁群という。海底地形から見れば、大室田市にい島式根東高津島、センスと北東南西に連なる小さな海嶺の頂部の一つである。岩礁群周辺は水深200メートル以前の船体となっている。岩礁群周辺の船体も含めて、センスと呼ぶ例もある。 ダルマ岩礁群の北東にある渡り瀬のほか、センス周辺にはいくつかの浅所がある。また、GPS を利用した測量による地殻変動の調査が行われている。周辺は工業場のため非常に古くから知られていたようで、ある。センスという名の由来も、魚が非常に採れ、漁師が行けば、船になることから来ているという。シティオブ・ ネープルス号1926年6月25日、イギリスのエレマンラインズ社所属の商船、シティオブネープルス号が、神戸港から横浜港に向かう途中、暴風雨に見舞われセンスに座礁した。乗組員73名全員は、日本海軍の軍艦、カスガによって救助された。ネープルスの名称はこの船の名にちなんだ、神津島の人々による故障であった。 1935年、東京府水産試験場が七島丸で水産資源を調査した。系統的調査が行われたのは、これが初とされる。2015年6月、ネープルス岩将軍に一等三角点、センスが設置された。現地には標石がある。周辺は工業場である。釣り人の間でも有名な場所で、漁船でセンスに上陸して釣りを楽しむ者も,もいる。 また、スキューバダイビングのポイントとしても知られている。ありがとうございます。